皆様、お仕事お疲れ様です。金曜日です。さてさて、今回は、東京都宝くじ第2532回ワンニャンスクラッチベンガルラッキー3でございます。今回も1枚200円買いました。ベンガルちゃんです。野良猫ちゃんです。猫が3個、この6個の枠の中からもし出れば3、1等300万円です。ではでは、削っていきましょう。猫、来い、来いと。これはね、どうしよっかな。まあ、一つずつめくっていくか。猫、来い、来い。大体みんなどこ始め削りますかね。まあ、上で、利き手側の方かな。だから、左じゃなくて、右利きだったら右からかな。出たのがこれね、キャットハウスみたいな、なんかそういうやつですかね。あんまよくわからんけど、家、猫の家ですね、きっと。猫、猫カモン。これは、お皿、猫用のお皿、下行きます。うにゃ、キャットちゃん出てきました。で、あと2つキャットちゃんが出てくりゃいいんですよ。もうね、出てこればいいだけですから。さあ、真ん中行こうか、真ん中。どうだ？はい、サラーです。ちょ、もう見えてる もう見えてる はい。あ、これ2つ同じのが出るんだ。じゃあこれもドームですね。はい、眉毛みたいなんです。これ ちょっと眉毛で、これが目でみたいな。これ、まあ、ここでね、何が出たってね、まあ1等はないんかな。あ、ただし、そうやね、このドームかお皿かが出たらそれが当たってるって感じですね。ちなみに、お皿が5等です。これはさ、お皿出るんちゃう？前回も確か、5等出てたよ。おわぁ！キャットちゃんです。はい、こんな感じです。まあ、綺麗だね。こう、同じのが左右揃ってて。はい。こんな感じでした。いやー、やっぱりこう入れてきますね、1等のキャットちゃんを。ただ、ギリギリのところで入れないっていうね。3つは揃わない。いやー、いつか揃えたいです。これもさ、キャットの、もうこれキャットなんちゃいますね、これ。ここでこれもう一括りで生きるんちゃいます。どうなん、どんどうなん。 はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。